はい、ジョーです。今回は、先日走った大阪マラソン2024の振り返りということでお話をします。今回ですね、大阪マラソン走ってまいりましたので、まあ、先日ね、YouTube で動画も出したんですけれども、あの動画ですね、は、まあ、一応、レースのダイジェストということで出したんですが、まあ、レースのですね、ちょっと振り返りというところもしたいなというふうに思いまして、この動画を作りました。で、まあ、ある程度ですね、ちょっと、いろいろ分析というか、トレーニングを振り返ってみてですね、で、どこがどうだったかっていうところを元にちょっとお話をしようかなというふうに思うんですけれども、まあ、大阪マラソンですね、まず結果としては、私は2時間32分、18秒と、ネットタイムでこういったタイムとなりまして、で、目標はもともと2時間30分を切ることだったので、残念ながらその2時間30分を切ることはできなかったということになりました。ここに関しては非常に悔しい、ところですし、まあやっぱりですね、合計で半年ぐらい時間をかけてやってきたマラソンだったので、まあそれでこう目標をね、2時間半が達成できなかったと。で、35キロまでですね、かなり余裕をある程度残してて、で、37キロぐらいから一気にこうガーンと。まあ最後の今里筋っていうところがあるんですけど、その通りが5キロぐらい直線で、そこで向かい風をね、強烈に浴びたところで、まあかなりその、どっちかって言ったら足も結構限界来たんですけれども、もう心がですね、やられてしまっただろうなと。だから集中力が最後ちょっと切らしてしまったんじゃないかなっていうところが、まあ振り返ってみてもちょっともったいなかったかなというところですね。で、まあそういったところで、まあ最終的にはちょっと2時間半切れなかったんですけど、じゃあ準備段階に関してはどうなのかっていうところから、ちょっと振り返ってみたいなというふうに思います。で、今回ですね、お話をするその準備段階っていうのは、どっからどこまでかっていうところなんですけれども、ですね、昨年11月に福知山マラソンっていうマラソンを走ったんで、そこから今回にかけてというところの話でいきたいと思います。その前段階からっていうところに関してはですね、まあ近々ちょっと私は電子書籍というかレポートを書こうかなというふうに思ってまして、まあそちらでまたね、共有する機会があればなと思うんですけど、まあ、全部ね、もともとをたどると、半年ぐらい準備したっていうのは、去年の8月ぐらいから基礎作りを始めて、で、そこからちょっとずつレース仕様にして、11月の福知山マラソンで1回、まあ、アタックしてですね、2時間半にアタックしたんですけど、まあ、そこはちょっとダメだったんですが、で、その福知山から、この大阪にかけて、またプラス3ヶ月かけてるんで、まあ、合計で半年ぐらいだと。で、福知山から終わってからですね、もう一回ちょっと基礎から作り直して、で、ここに向かってきたので、そこの振り返りということにしますが、まあ、まずその、福知山終わってからこの大阪までの3ヶ月間ですね、11月からこの2月まで3ヶ月間、点数でいくと私は95点かなというふうに思っています。あの、ほとんどうまくいったんじゃないかなと思いますね、正直。だから振り返ってみても、改めて自分のトレーニング練習見たんですけどね、すごいよくやっぱりできてたなと思いますね。かなり、いい準備ができたんじゃないかなと思います。で、うまくいった要因っていうのはですね、まあ、いくつかあって、もちろんうまくいかなかったこともあるんですが、うまくいったことはですね、いくつかやっぱあるんですね。で、まず一つ目が、やっぱりなんといっても木分けですよね。で、木分けっていうのは、まあ、要するにその、レース、あの、目指すレースですね。私言ったら大阪マラソンっていうレースが2月になって、まあ、そこから逆算して、この時期にはこういう練習、この時期にはこういう練習っていう風に、まあ、あの、時期ごとにですね、どういう練習をするかっていうのを分ける。こういった考え方が木分けというものですね。で、この木分けはですね、基本的にうまくいったかなという風に思います。大阪マラソンに向けてどういう木分けをしたかっていうと、福知山マラソンが終わったのが11月23日だったので、で、11月の最後の方はもうちょっと休養に当てたんですけど、12月に入ってからですね、もう一回頑張り始めました。で、12月の第1週から、1月に入って第1週ぐらいまでですかね。まあ、あの、その期間は3ヶ月しかなかったので、そんなに基礎作り大きく取れなかったんですけど、1月の初めまでの約1ヶ月ちょっとですね、基礎作りに当てました。で、この基礎作りはどういうことをしたかっていうと、練習の密度をとにかく高めたんですよ。だから、要するにですね、どういう練習したかっていうとですね、週間の走行距離っていうのをかなり増やすような取り組みをしましたね。だから、休む日、リカバリーの日も週に1回だけ30分ジョグみたいな日を作ったんですけど、それ以外の日はですね、基本的にはそんなに休まない、中強度以上の練習っていうのを、がっつり入れていきました。でも、その代わり1回でオールアウトするような練習っていうのは入れずに、まあ、あの、高強度な練習もやるんですけど、200メートルの坂ダッシュ20本とか、400メートル坂ダッシュ12本とか、1000メートル12本とか、400メートル20本とか、まあ、あの、こういったレースにはあんまり直結しないようなですね、基礎力を高めていくような練習っていうのを、高強度な練習としてやっていって、間の日はですね、15キロ中強度から、まあ、18キロ中強度ぐらいまで徐々に中強度の距離伸ばしていって、で、まあ、中強度っていうのは、翌日に疲労を残さない程度の、まあ、上限の練習という感じなので、まあ、楽でもなく、きつくもなくみたいな練習で、その間を埋めていった
で、週に1回30分ジョグ。で、もう1日だけ、10キロの低強度みたいな。まあ、リカバリーもできるし、まあ、ちょっとこう、心肺刺激も入るし、みたいな練習を入れて、まあ、とにかく週間走行距離が130キロ前後ぐらいになるようにしました。だから、12月はですね、合計が500キロ近く走ってて、1月も500キロ走っているというところになったので、かなりですね、やるべき時期にしっかりトレーニングの量を確保して、その後、2月に入る手前ですね、1月の最終週ぐらいから調整段階に入って、調整に入ったら練習の密度を落としていったっていう、うまくですね、こう、まあ、基礎作りの段階があって、1月はレースに近い特異的な練習っていうのをやって、2月は調整をする、練習量をちょっとずつ、練習量とか密度をちょっとずつ減らしていくというような、まあ、そういう感じでうまくキワキワできたかなと思います。だからまず大前提として大阪までのキワキワね、プランニングがすごくうまくいってたかなと思いますね。で、次にうまくいったこととしては練習の密度の調整というところで、さっき密度、基礎構築期は密度結構高めにやりましたよって話をしました。で、まあ密度っていうのはさっきも言ったように、まあ、練習がどれだけ詰まってるかっていう話なんですよね。だから休む日も大きく休む日も作らない代わりに、まあ、追い込み切る、オールアウトするの日も作らないみたいな、そういう感じなんですけれども、まあ、それでとにかく走行距離を増やしていった時期があり、で、大事なのはですね、その次なんですよ。特異期っていう時期がありまして、その特異期に入ってきた時っていうのは、大事な練習っていうのはレースに近い刺激の練習になるんですよ。で、それ以外の練習っていうのは重要度は下がるんですよ。基礎構築っていうのはとにかく土台作りっていうのがメインテーマになるので、まあとにかくですね、あらゆる練習っていうのが結構大事なんですよね。まああらゆる練習って今言いましたけど、どういうかっていうと、まあ基礎構築ってもうざっくり分けると、究極的に分けるとですよ、基礎スピードっていうのと基礎持久ってこの二つに分けられるんですよ。で、基礎スピードっていうのは、まあ要するにその自分の土台となるスピードですよね。だから一番究極的なところって100メートルのトップスピードです。これがもう基礎中の基礎スピードみたいな感じになります。で、長距離における基礎スピードって何かっていうと、5000メートルぐらいの、まあ、レースペースが大体基礎スピードになってくるんですよね。だから私はとにかく、まあ、5000メートルのレースペースを早められるような、その土台となるような練習っていうのを、まあ、基礎作りになって、で、持久の方は、まあ、ゆっくり長く走るということなので、まあ、そんなにペースは上げきらない距離走っていうのを12月とかにいっぱいやってたんですよ。で、土台作りなので、それ以外の練習っていうのもうまくですね、その間に当たるような練習でもいっぱい入れていくっていうのが大事なんですけど、特異期、まあ、つまりレースにだいぶ近い時期になってきたら、まあ、私で言ったら2月25日がレースだったので、1月に入ってから、まあ、2月に入るまでの、まあ、1月の1ヶ月間ぐらいっていうのは特異期の練習をやりました。で、この時は、マラソンレースペース、私は2時間半だったので、2時間半を目指してたので、3分30秒ちょっと、まあ、3分30秒としましょう。3分30秒が目標ペースだったんですよ。だから3分30に近いペースでの練習っていうのがすごく大事になってくるんですよ。で、具体的には私はですね、この1月で、まあ、どういうことやったかというと、まあ、20キロのテンポラン、3分30秒、まあ、結果的には3分28秒でいったんですけど、20キロのテンポランみたいな練習だとか、インターバルにするにしても基礎構築は420本とかそういう練習やってたんですが、特異期に入ったら1キロ12本とかで、3分12、3ぐらいで大体全部いったりとか、あとは、2キロ、1キロの変化走みたいな練習もやりました。2キロは、レースペースよりもちょっと早いぐらい、3分18秒で行って、で、1キロの方は、4分で行くみたいな。で、4分で回復させて、3分18秒で、早い方行くみたいな。っていう感じで行ったりとか、まあ、こういうですね、レースペース前後の練習っていうのを、ガンと週に2回ぐらい入れてました。で、その代わり、それ以外の日のですね、密度を減らすんですよ。これどういうことかというと、基礎構築の日って中強度で合間の日もやってたんですけど、こういう特異期っていうのは、そういう大事な練習っていうのが週に2回ぐらいポンポンってあって、それ以外の日は全部低強度にしたんですよ。だからあえて練習の質っていうのをここ下げたんですね、全体的に。だけど、大事なポイントとしては、練習の量を減らさないってことなんですよ。この段階で練習の量を減らすっていうのはまだあんまりしない方がよくて、練習量をあんまり変えずに、全体の練習の密度は下げる。だから合間の日を低強度にすると。だから12月とかだったら18キロ中強度みたいな練習で繋いでた日を、そのまま1月に入ったら18キロ低強度みたいな感じで繋いでいくみたいな感じですね。まあそういう風にして練習の密度をうまく、滑らかに下げていくことができた。1月の1ヶ月間でそれができたっていうのは2つ目がうまくいったポイントです。で、次3つ目のうまくいったポイントが高強度な練習のテストレースというところで、高強度な練習っていうのは、まあさっきも言ったようなレースペースに近いような練習です。基本的にこれは大体うまくいきましたね。
ただちょっとテンポランは何回か失敗しちゃったんですけど、まあ変化走もうまくいったし、あとはまあ練習で出た高槻の5キロのレースも15分36で走ったし、あとテストレースですね、大阪ハーフマラソン1月28日に走ったんですが、これは68分19秒ということで、目標ね、70分切りだったんですけど、いい感じにクリアもできていましたっていうところで、レース前最後の距離走は2月8日の紀州口熊野マラソンっていうレースに出たんですけど、これは2時間36分、14秒ということで、まあ大体3分41、2秒ぐらいで押してたので、まあ3分半でね、大阪で走るにはかなり高強度ないい距離走になったかなというところなので、まあメインとなるポイント練習っていうのは大体うまくいったかなというところ、まあこれは結構大事ですね。やっぱりいかにそのレースペースに近い、特に距離走なんですけど、レースペースに近い距離走っていうのをこなせるか、であと変化走とかこういった練習をうまくこなせるかっていうところが最終的には重要になってくるので、やりたい練習がね、うまくこなせたっていうところはかなりうまくいった3つ目のポイントかなと思います。で、うまくいったこと、まあ4つ目っていうのは、これは秋のレースからのつなぎ方というところですね。まあ大体、市民ランナーの方のスケジュール見ててもそうだと思うんですけど、まあ11月とか12月あたりに1本、まあマラソン走って、2月ぐらいのシーズンにもう1本走るみたいな方も多いと思うんですよ。で、この11月とか12月ぐらいにマラソン走ってから2月までって、まあ3ヶ月ぐらいしかないので、そんなにその準備って、まあたくさんできるわけじゃないんですよね。だけど、まあその中でも最大限、こううまく時間を使ってできたかなというところで、まあ12月をですね、完全にこう基礎構築ということで、1回練習の質はですね、まあちょっとこう落としながら、まあ全体の練習量バーンと増やして、で、まあ何ですかね、こう土台を作ってから1月にしっかりとレースに近い、まあ、やりたい練習っていうのをちょっとずつピンポイントで入れていって、で、合間の日の密度を落としていって、最後の2月入ってからの1ヶ月間はもう完全に調整ですね。ほぼほぼ低強度、もうほぼ低強度だけど、重要な、まあ、レースペースに近い距離走とかだけ週末にちょろっと入れるとか、まあ、そういうやり方につないでいきました。まあ、こういう風にうまくですね、11月のレース走ってから2月までうまくつないだかなというところは、全体としてうまくいったかなと思います。じゃあ逆にうまくいかなかったことって何なのかってことなんですけど、これは一つ目はですね、レース前の低強度のペースですね。はい、これはちょっと早かったかなと思います、正直。まあレース前っていつからっていうことなんですけど、まあ私は調整期ということで考えてて、まあ2月25日が大阪マラソンだったので、まあ単純に1月の28日の大阪ハーフが終わってからですよね。そっからの4週間、最後の4週間の、まあちょっと練習の落とし方が甘かったかなって感じがします。まあ例えばですけど、合間の日ですね、低強度の日とかって16キロ低強度とかやってたんですけど、ペースが4分30秒ぐらいでやってたんですよね。でも今から思ったらもうちょっと落としてもよかったかなと思います。低強度ってね、主観的に楽だって感じられるペースが低強度っていうことなので、別にこの時4分半で楽だったんですけど、まあまあよくよく考えたら、そのハーフマラソンとか走って結構その体がいい感じにリズムに乗ってる時だったので、まあ普通よりも楽に感じられてたかもしれないです。だからもうちょっとペース落として、まあ、5分ぐらいでもよかったんじゃないかなって。だから結構基本的に低強度がだいたい4分30から40秒台ぐらいで、まあ、全部いってたんですよ。16キロとかっていう練習つないでいってたんですけど、まあ、4分半で回復を図るっていうのはちょっと私にとってはもうちょっと落とした方がよかったんじゃないかなっていう。だから低強度のペースがの落とし方が甘かったっていうところがまず一つの、失敗ですね。まあマラソンレースに向けてピーキングしているとですね、やっぱりこうレースが近づくにつれて体の調子上がってくるので、ついつい日々の練習のペースで上がってっちゃうんですけど、そこでうまくですね、いかにうまく、まあ、ペースコントロールしてですね、余計に上げすぎない、あえてちょっと落とすぐらいの、まあ何ですか、頑張らなくていい日はあえて落とすぐらい、特に調整期においては、まあ、これは結構ねやった方がいいかなと思いますね。私はちょっとそこで、まあ自分の体の調子の良さに、まあかまけてそういうことをね、うまくできなかったかなというところは一つ、まあ、唯一の失敗と言ってもいいんじゃないかなと思いますね。で、強いて言うなら、もう一つうまくいかなかったことを挙げるなら、高強度な持久走ですよね。まあ、さっきテンポランちょこちょこ失敗したって言ってたんですけど、テンポラン2回ぐらい失敗してるんですよね。1月17日に、まあテンポラン1回ちょっと入れてるんですけど、これね、15キロのテンポランを入れようと思って、で、それがきつくてですね、まあ、10キロまでしか行けなかったってことがあったんですね。まあ、あとは、レースの直前ですよね。レースの直前、これは10日前か。10日前、2月15日の、10キロマラソンレースペースで行こうと思って、3分半で行こうと思ったんですけど、これもちょっときつくてですね、動きが悪くて、5キロまでしか行けなかったってことがありました。めっちゃ不安になりましたね、これは正直。だけど、まあ、こういう風に、ちょっとね、高強度めな持久走っていうのが、まあ、うまくいかなかったのが、まあ、何回かあったなっていう感じ。まあ、でもこれはですね、まあ、そんなに大きな問題じゃないんですけど、ただやっぱりそういうちょっと行き地レベルで走るトレーニングの余裕度っていうか、そこをうまくですね、もうちょっとこなせるような走技術をつけていきたいかなとは思いますね。ということで、まあこんな感じでうまくいったこと、うまくいかなかったことってあったんですけど、じゃあもう一回やり直せるならどうするかっていうことですよね。
改善点ですよね。次に向けての改善点、私はどう考えたかというところなんですが、これはですね、まず一つ目が基礎スピードの向上ってとこですよね。まあ、基礎スピードってさっきも言ったように 5000m の走力だというふうに考えてまして、5000m のね、やっぱり走力が高くなればなるほど、マラソンにおいても、まあ、やっぱりもちろん余裕度っていうのは高まっていくんですよ、必然的に。だから、今、社会人ベストは 5000m 15分36秒ですけど、まあ、それをですね、5000m 14分台までできれば、この夏までに持っていきたいなというふうには思ってます。まあ、ただちょっと14分台がね、もし届かなかったとしても、15分20秒は切るぐらいまでは行きたいなと思います。15分10秒台ぐらいでは走れる。それぐらいの、基礎スピードっていうのは、まあ、ちゃんとこの夏までにはつけておきたいかなというところ。で、これができれば、必然的にやっぱりサブ 2.5 はね、だいぶ余裕になってきますし、まあ、言ったらもうサブ20、2時間20分切りっていうのも狙えるぐらいになってくるかなと思うので、まあ、そこはですね、ちょっと頑張りたいなと思いますね。で、二つ目ですね。これが距離走の充実ってとこですね。まあ、距離走を、まあ、言っても、この、福知山終わってから、この大阪までの3ヶ月間の中で、まあ、13週間あったんですけど、この13週間の中で7本、距離走入ってました。で、25キロ走が2本、30キロ走2本、32キロ走1本、35キロ走1本、40キロ走1本、42.195キロ1本、みたいな感じだったので、まあ、別に本数としては別に十分ではあるんですけど、まあ、とはいえ、やっぱり35キロ以上の距離走になると、やっぱりまだちょっとしんどいなっていう感覚があるので、まあ、そこをもうちょっとさらっとこなせるようになりたいなと。だからそのための、まあ、土台作りというところから入れたいので、まあ、それ3つ目のところになるんですけど、中強度の練習のボリュームを増やしていきたいなと思ってます。で、中強度の練習っていうのは、私は今マックスで18キロまでしかやってないんですね、中強度っていうのは。で、これのボリュームを、まあ、20キロまでいきたいなと思ってますね。だから、まあ、さらっとその平日に20キロの中強度をやれるぐらいの、あの感じまで中強度のそのボリュームっていうのを高めていくっていうのは一つの今度目標ですね。で、やっぱり中強度の練習がどれだけできるかっていうところで自分のトレーニングレベルってだいぶ変わってくるんですよ。で、正直中強度の練習のレベルで自分のトレーニング全体のレベルって決まると言っても過言ではないんですよ。それぐらい中強度の練習って結構大事なので、まあ、中強度の練習をもうちょっとしっかり、ボリュームたくさんできるようになりたいなっていうのは、3つ目のそのポイントですね。で、4つ目のポイントは、高強度の持久走のレベルを上げるっていうところですね。まあ、これも結構やりたい、頑張りたいなと思ってて、まあ、テンポランとか、こういった練習で失敗してしまうことがまだまだあるので、まあ、この高強度、一人で走って、高強度をやるときに、まあ、うまくですね、リズムに乗れるというか、それは頑張りたいかなというふうには思っておりますということですね。はい。で、最後、5つ目なんですけども、これは2部練習ですね。まあ、2部練習をもうちょっと、有効に、取り入れていくというか、まあ今はやっぱり基本的に一部練習でやってるんですけど、まあそういう理由がありまして、まあ市民ランナーの方って大半一部練習だと思うんですよ。だから一部練習だけでどこまでいけるかっていうところで、勝負をしてみたんですけど、まあまあ、2時間32分まではまあそれでも一応来れたなということが分かったので、まあここからはもうちょっとですね、練習量を単純にちょっと増やしてみてもいいかなと思ってて、まあ2部練習をして月間走行距離もまあ600から700ぐらいまで走る時期はそれぐらいまで増やしていこうかなというふうには今のところ考えていますと。まあ今年の夏なんかはですね、そういう感じでちょっと練習してみてもいいかなというふうに思って、まあそれで今年の11月ぐらいの、まあ神戸とか走れたら嬉しいなと思ってるんですけど、まあその辺で2時間25分とか、そのあたりになっていけたらいいかなと。いますということです。ということで準備に関してはそんな感じの、ところですね。まあ、次向けてはそういう取り組みをしていきたいなというところまでお話をさせていただきました。最後にレース当日の動きに関してはどうだったかっていうところも簡単にシェアして終わりたいと思います。まあ、レース当日ね、言ってもレース戦術のことですね。だからレース中の動きというところでお話をするんですけど、最初の5キロが結構ロスしたんで、まあ、そこに対してってことなんですけど、まあ、最初ですね、まあ、スタート地点、まあ、今映像もちょっと出してますけども、高いしてたんで絶対進まなかったんですよ。で、まあ A ブロックの中でも私ちょっと並ぶ遅かったんで最後尾になっちゃったんで、でまあまあそれはもうしゃあないなと思ってたんですけど、まあでも A ブロックでバーってこうスタートして、でもスタートライン越えても最初キロ7とかだったんですよね。パッと時計見たらうわやばいなみたいな、ちょっとさすがに焦りましたけど、まあでもそっからですね、徐々にペース上がって、最初の1キロは4分15秒ぐらい、次の1キロが3分40秒ぐらいとかかな。で徐々にこうレースペース目指すところに近づいていったんですが、まあそれでも最初の5キロ18分割とかかったんですよ。18分、僕だったら18分30秒ぐらい。結構、まあ1ダッシュかかりました。結構かかって。で、まあそのロスがあったんですが、まあただですね、そこに対して、まあ
もちろんちょっと前に追いついていきたいという気持ちはあったので、ある程度力の使い方としてロスしてしまった部分はあったかもしれないんですが、まあ、じわじわじわとペースを上げることを心がけていったので、まあ、そこに関してはうまく対処できたんじゃないかなというふうには思います。やっぱりその最初に、ね、スタートして混雑して、自分の狙ってるペースでから大幅に遅れるってこともあると思うんですけど、まあ、一気にペース上げるとね、やっぱりすごいロスになるので、足もすごい無駄に使ってしまうし、その足の使い方ってすごい無駄遣いなんですよ。だから、まあ、それは極力しない方がいいかなというふうに思いますね。で、まあ、その後の力をね、どう使っていったかってことなんですけれども、集団走をね、もともとしたかったんですよ。まあ、せっかく大阪マラソンぐらいの規模だったら、ね、2時間30分ぐらいのレベルだったらもう、なんぼでも集団あるやろうと思ってですね、集団走を30キロぐらいまでして、そこからうまいこと走ろうとか思ってたんですけど、まあ、やっぱり最初でね、だいぶちょっと、ロスというか、私、後ろの方からスタートしちゃったんで、多分2時間半の集団って、もう遥か後方に行っちゃってたんですよ。で、私バーって後ろから追っかけていってですね、まあ、この集団だったら2時間半ペースぐらい、まあ、3分半ぐらいかなと思って入ったら、ことごとくやっぱり3分40とかだったので、まあ、ちょっと入って遅いなというので、こう、1個前って感じで集団をどんどんコロコロ最初は変えていったんですけど、まあ、そんなやってるうちに10キロぐらいの時に、まあ、こんなんするよりも自分のペースで行った方がいいわっていうので、まあ、自分でもう3分半でずっと行くことにしたんですね。まあ、それはすごい大正解でした。だから、都市型マラソンで、まあ、最初の混雑でですね、まあ、自分の思うように、集団が見つからないという場合はですね、まあ、集団を探し続けつつも、なんですか、自分のペースで行くっていうことに振り切るというのもいいと思いますよ。やっぱりそれで自分のペースで、うまく自分のリズムを掴んで、自分の目指すペースっていうのをスーッと行けたら、もう別にそれはそれでいいと思うので、で、たまにちょっと疲れてきたら、その辺の集団にピュッと入って、一瞬足を休ませて、まあ、ちょっと落ち着いてきたら、またこう、自分のペースに戻すみたいな感じで、全然いいと思うんですよ。インターバルの休息に集団を使うみたいな感じですね。だからその辺で、自分が走ってるよりも遅いなって集団がいたら、たまに入って、インターバルの休養みたいな感じにしたらいいんですよ。私も何回かそれで集団に入らせてもらって、向かい風の区間になったら集団入らせてもらって、ちょっとこう、休息させてもらって、で、まあ、風がマシになってきたら、もう一回出て、自分のペースで行って、みたいな感じで、割とやってたので、まあ、全然それはそれで良かったかなと思いますね。で、最後35キロから結構失速してしまったんですけど、まあ、35キロでピタッと止まったっていうよりかは、35ではまだ余裕があったんですけど、38キロぐらいからですね、ちょっとガーンと落ちてしまいました。で、その要因はですね、まあ、単純にやっぱりまだ筋持久力が足りなかったなというところですね。私の足の、へたり具合というか、まあ、足とね、お尻がへたってしまったというのと、あとですね、まあ、ちょっと正直その疲労を完璧に抜ききれなかったんですよね、今回のレースに向けて。で、それはさっきね、うまくいかなかったことの、ところを話をしたんですけど、調整期における低強度の落とし方が甘かったっていうのはね、やっぱりあって、で、それで結構疲労がね、残った状態でレースに出たので、まあ、正直スタートする前から、ハムストリングスとお尻は結構だるい感じはあって、まあ、それがちょっと最後に出てしまったかなっていうのは、多分ありますね。あと、まあ、最初のね、スタートロスでちょっとこう、前に追いつこうとして、足を使ってしまった部分も多少あったかなというふうに思いまして、まあ、やっぱりそういう細かなね、まあ、力の使い方とか疲労が抜けきってないみたいなところは、まあ、最後の5キロに出るなというところは、ね、今回もまざまざと感じました。なので、まあ、次ね、レース、マラソンレースね、こういうふうに3と時間かけて準備する場合は、まあ、最後の調整期ですね、まあ、どれだけ、しっかり調整っていうか、ね、疲労抜きをできるかっていうところですね、もっともっと突き詰めてやっていきたいなというふうに思いますということですね。まあ、弊社でも書籍のね、レース前4週間完全攻略本っていう本があるんですけど、まあ、この内容をもっとね、ちょっとしっかり、もう今一度ちょっと読み返してですね、最後の調整で失敗しないようにもしたいというふうに思いますし、まあ、その中でですね、全体のベースとしては、もちろん、ウェルビングオンラインスクールと、あと、まあ、マラソンサブ3からサブ 2.5 のためのトレーニング、まあ、この書籍かなりですね、私、トレーニング参考にしていて、実は結構これもベースになっている部分があるんですよ。だからこの本をですね、もう一回ちょっと読み返して、もう一回勉強しながらやっていきたいなというふうには思います、ということですね。ということで、今回ですね、大阪マラソンの振り返りということでお話をさせていただきました。まあ、私の準備段階というかね、2時間32分に向けての、トレーニングということでお話をさせていただいたんですけど、まあ、この内容がですね、別に全てというわけではないですし、一つのね、参考として聞いていただけると嬉しいなというふうに思います。で、具体的なトレーニングの内容についてはですね、毎週私はトレーニングの、自分のトレーニング公開して、トレーニング振り返り解説っていうメルマガで配信してますので、もしよかったらですね、この機会にメルマガ登録していただけたら嬉しいです。LINE 派の方はね、LINE で登録していただいてもいいですし、動画概要欄から登録できますので、よかったら登録してみてください。ということで、今回の動画の内容としては以上です。ぜひですね、これからマラソンレース迎える方、頑張っていきましょう。そして、昨日の大阪マラソンね、私と一緒に走られた方は、お疲れ様でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。
最後に皆さんにお知らせです。弊社ウェルビン株式会社でですね、まあ、かなりですね人気で、これまで発行からまだ2年足らずで500人以上の方に読んでいただいている書籍、マラソンサブ3からサブ 2.5 のためのトレーニングというものがあります。でこちらの書籍ですね、まあ、1冊3000円で通常販売してるんですけれども、まあ、今回動画をご覧いただいた方限定でですね、あの下記の動画概要欄の URL からですね、こちらの電子データを無料でプレゼントさせていただいています。こちらの書籍はですね、その名の通りマラソンサブ3からサブ 2.5 といったもうエリート市民ランナーと言えるレベルの記録を狙っていきたいランナーのためだけに書かれた、そんな一冊となっています。もちろんですね、そんな内容ですので、まあ、難しいと思われるかもしれないんですけれども、書いてることは非常に原理原則、マラソントレーニングの原理原則っていうところからしっかりと解説して、そこから過去100年間のマラソンの歴史っていうところをしっかりとね、歴史の中でのマラソントレーニングの進化を描いて、そしてその中で最後に池上秀幸、著者の池上が考える、まあ、実際のマラソントレーニング例っていうものを20週間分にわたって、例を実際につけて書いております。そちらのメニューね、もう変な話、丸々パクって、うまくですね、自分用にアレンジしてやってもかなりね、使えるような内容となっています。それは私が実証済みというところなんですけれども、まあ、ぜひですね、そんな一冊となってますので、まずはですね、こちら動画概要欄の URL から必ず電子データをお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。一晩寝てね、起きた時になんか2時間32分というタイムで満足してしたらどうしようかなと思ってたんですけれども、しっかり悔しかったです。はい。ね、やっぱりはっきり言いたかったな、2時間30分って思いました。安心しました。ここで満足するような男だったら私は自分のことを嫌いになっていたかもしれません。次こそは頑張ります。